これが二段ベッドね、はい、調節ということで結構ねしっかりしたベッドが2つついてるので寝やすそうです。みるみるランド、はい、ではレース1というトレーラーが見ていきたいと思います。はい、トレーラーです。牽引免許不要って書いてあります。牽引免許なくてできるっていうのがいいですよね。すごいクリーム色っぽい白ですね、うん、でグレーがすごい合ってます。結構大きいよね。幅が結構ありますね、見た感じ大きいです。窓もすごい開いてて、うん、しっかりついてますね。クリーム中側にちょっとアクセスできる、はい、可愛くないですか、うん、三角と丸が独特な形状ですね。形状が独特ですね。で、窓が上と下2つ、この下がアクセスなんかできる、うん、あ、常設2段ベッドって書いてあります。本当だ、2段ベッドなんだこれ。牽引免許不要で、メーカーが S キャラバンズさんでスペインからの輸入です。車両名が S1330DL ということで、就寝定員が4名で車両の重量が750、全長が 1.8m、 幅が 2.2m、高さが 2.4m です。お値段は1600万円です。みるみるランド、はい、では中入ってみましょう。はい、ではお邪魔します。あ、なんかあったかい雰囲気がしますね。あ、本当だ。で、これスペインだそうです、うん、なのでなんかこういうところとかこのツートンになってるのあんまり見ないのかなって思います、ね、あ、開けてみてもいいですか。どうぞ。はい、結構奥行きありますね。結構奥行きがあって広いだけじゃなくて中でこうつながってます、うん、そしてもうこのねリビングがすごいいいですね。結構大きな机とここに広い窓があるのでなんかいい景色見ながらくつろげるっていう感じがします、うん、窓広いからいいよね。ベッド展開できるのかな、書いたんじゃない、うん、ベッド展開については書いてないですけど多分でもここのレイアウトを見てもらうとこうなってるので、なる、ね、なるっていうことだと思います。はい、そしてはい、振り返りますとここになんと素晴らしいキッチンがもうすでに備わってます。はい、しかも2口コンロと結構大きめのシンクで、まあ、閉めると向こうにも結構スペースがあるのでいろんなものを置いてできそうです、うん、それからここがよいしょ、はい、大きな冷蔵庫です。こちらが冷凍庫になりますね。はい、それからここを開けるとすごいここもね収納スペースなんですけど広いね、結構ね広いですね。引き出しも出るんだ。はい、引き出しもこんな感じで、はい、あ、これカトラリーとか、はい、できるような感じ。あ、いいね、いいね、はい、なってますね。すごい秘密のスペースがあって嬉しいですね。はい、で、こちら側がこれが二段ベッドね、はい、調節ということで結構ね、しっかりしたベッドが2つついてるので寝やすそうです。ちゃんとカーテンもついてますしライトもスポットライトもあるのでいろんなことに使えますね。ここが開くようになっていてかなりいろんなものを収納できるようになってます、うん、はい、この統一された感じがいいですね。はい、そしてこっちから、はい、あ、すごい広い、何でもスペース、トイレに使えるんじゃないかなと思いますね。シャワーとか、ここにシャワー、そうだね、はい、シャワー出るので、で、こっちにも
けられるっていう感じなのかな。それは防水になってるんだね。そうですね、防水になってますね。はい、あとこれがこんな感じで開くようになってるので、いろんなものを入れられそうです。で、これ外からのね、アクセスができるようになってるので便利です。そしてこの反対側が収納かな。あ、そうですね、見えますか。あ、クローゼットです。はい、クローゼットになってます。はい、下はこんな感じで地続きで収納スペースになってます。